手に今週の福山大学、どうもクラゲさんでございます。先週と始まり方が全く一緒やないかと思うかもしれないけれどもね、もうネタが尽きているんです。ということで、ドクタークラゲさんラボ、ついにね、卒論の最終日でございますね。まあカレンダーをご覧いただければわかるんですけれども、これが1月29日卒論締め切りの日でございましてね、まあこの前日はもう俺も学生たちも苦労しましたよ。最大で5回提出させられ直した学生がいますからね。はい、そんな感じで、なんとかね、製本終わりました。今年は8人ですから、むちゃくちゃ多いですからね。もう見てください。まあね、ちょっと拡大してみればわかると思うんですけれども、人それぞれいろんなテーマがあります。はい、もう飼育やったやつがいれば、採集やったやつもいるし、実験やったやつもいるし、まあ8人もいればいろんなテーマになるわね。8人分もテーマ考えるの大変だったんだよ。でイソギンチャクとキンチャクガニの関係を飼育で明らかにしたやつもいれば、まあね、クラゲの再生能力についてオワンクラゲとかミズクラゲを題材に研究したやつもおり、中にはもちろんですね、去年のに引き続いて瀬戸内海で取れたクラゲをね、これ糸巻き小持ちクラゲってクラゲなんですけれども、そういうねクラゲたちを、まあ、分析したやつもいて、まあ、いろんなやつがいましたよ。はい、でまあこいつは DNA の分析ですね。あんまりね、これあえて画質を落としてるんですけど、あんまり巨大に拡大するとね、研究がバレちまいますが、まあそれぞれね、人それぞれ、まあ、ある程度の成果は出ましたね。まあ俺から言わせりゃ大したことねえようなやつも多いけどな。はい、そういうことで、8人分の卒論を持って、学科長のところに提出しに行きます。これを学科提出と言います。はい、数時間後のお話ですね。学科提出終わりました。全員 OK をもらいましたね。これにて8人分の卒業が確定したというわけです。実にめでたい。はい、ね、クラゲさんも小躍りしておりますが、はい、そういうことで、去年の2人分の横にね、今年の8人分の卒論を収納いたしました。まあ宝というやつですな。今年こそもう入んなくなりましたけど、来年どこ入れよう。さて、まあそんな感じで、卒論が終わって、気分も晴れ晴れの夕暮れでございますけれども、まあ去年と違ってね、やっとコロナの世も明けてきたんで、ちょいと打ち上げやろうかということになり、焼肉屋行きましたね。学生8人全員やろうですから、もう遠慮なく焼肉でございますね。別にまあ女子がいたから焼肉食えないってもんでもないんだけどさ、で一つ思ったよ、こいつらには肉の焼き方を教えなきゃいけねえなってな。まあそんな感じで、焼肉が終わりまして、あとはね、カラオケでございますね。まあいつも通りこんな感じで、小袋を歌い、学生たちの印象に非常に残ったドクタークラゲさんなのでございました。ご視聴ありがとうございました。